皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回はカポタストについて皆様にお話をさせていただこうかと思います。カポタスト、まあある程度ギターをねジャカジャカっと弾いていくと、ある時そろそろカポタスト買うかなみたいなタイミングで来るわけじゃないですか。けれども実際に楽器屋さんに行ってカポタストコーナーに行ってみると、うわぁカポって思ったよりもたくさん種類があってどれを選んだらいいかわかんないなって感じになってしまった方少なからずいらっしゃるかと思うんですけれども、この動画の中でカポの種類とか特徴とか選び方とか、まあそういったことをねつらつらとお話しさせていただきますので、画面のズバババンと、実物を見ながら参考にしていただけましたら幸いでございます。よろしくお願いします。とりあえず2つ、このカイザーっていうカポとシャブってカポ、この2つを押さえておけばぶっちゃけ問題ないです。ぶっちゃけ問題ない。もうこの2つのうちのどっちかを選んどけばまあ間違いないでしょうっていうぐらいに超スタンダードなカポでございます。もうほぼほぼもうこの2つのうちどっちかって感じ、二大巨頭、もうそのぐらい超スタンダード。順番にいきましょう。まずこのカイザーっていうカポなんですけども、使い方はこの柄の部分をグッと握って、この口のところにギターを挟むという感じでございます。装着してみましょう。握って開いたところにパッとはめ込む。これで装着完了。で、外すときは握って同じようにペッと外す。こんな感じ。ペッとつけて、ペッと外す。こんな感じで、カイザーの最大の特徴は脱着が楽ってこと。脱着がね、すごいスムーズなんでございます。もうペッとつけて、フレットをね、変えることもできるし、で、外して使わないときは、このヘッドにつけておくことで、どっかに置いておいてなくしてしまったりとかさ、転がっちゃったりとかすることを防げるし、このままね、ベーッとプレイしてて欲しいときは、ペッと握って、ペッとつける。こんな感じで脱着がすごくスムーズで手軽ってのが、カイザーの最大のメリット、特徴でございます。けど、デメリットももちろんありまして、そのデメリットは何かと言いますと、このバネがね、強すぎるんだ。めちゃめちゃ強いの、このバネが。で、このバネが強いと何がダメかというと、このね、挟む力が強すぎるんですよ。挟む力が強いってことは、この弦とフレットを強く擦り合わせてしまってるってことなんで、まず弦が痛みやすくなる。で、このフレット、消耗品なんですけども、このフレットも痛みやすくなる。で、僕みたいな男性は大丈夫なんですが、握力があんまり強くない女性の方とか子供さんとかは、硬すぎて握るのが超つれってのがあるんです。これ結構硬いです。なんで結構女性の方とかはね、両手でこう、よいしょー、はいしょーみたいな感じでやったりとかするんですけども、そんな感じでデメリットとしては張力が強すぎるということです。これがそのカイザーというカポの特徴。で、このシャブ、さっき言ったこのもう一個のやつですね。これの特徴は、ちょっとつけてみましょうか。このゴムの部分を弦に当てて、片方の手でレバーを下げる。これで装着完了です。で、外すときはこのレバーを引き上げれば、これで、外れる。こんな感じで押さえてレバーを下げる。で、レバーを上げて外す。こんな感じの脱着なわけでございます。なんとなく、分かっていただけると思うんですけども、力が全く必要ないんですよ。すんごい簡単な力で、テコの原理で、装着をしているので、女性の方とかね、子供さんとかでも簡単に、お手軽に、カポをはめることができるというのが、このシャブカポの特徴でございます。けど、もう本当にもうそのまま、デメリットとしては装着がめんどくさいってこと。片手でペペッといけなくて、やっぱこう押さえてからレバーを下げる。で、このヘッドにつけておくこともできないんで、その辺の利便性があまりよろしくないっていうのがそのデメリットでございます。だから面白いことに、このカイザーとシャブのこのメリットデメリットがうまいかにこの交差してるんですよね。そんな感じで考えていけば、どっちをチョイスするか、どっちを選ぶかというのがもうすでにわかるかと思うんですけども、まあそんな感じでカイザーとシャブ、ぜひ覚えておいてください。あとはおまけ要素としては、カイザーの方がカラーバリエーションが豊富ですね。僕は守ってないんだけど、青とか赤とか、なんかレインボーとか木目調とか、そんな感じのカラバリがすごい豊富でございます。で、シャブの場合はね、もう色これしかないんで、これしか選べないと。で、ちょっとシャブもし欲しいなと思った方は、またね、調べるといろいろあるんですよ。でもこういうアコースティックギターの場合は、シャブの C1 ってのがあって、その C1 選んどけば間違いないです。前はね、こんな感じでこのプラスチックだったんだけども、ここの部分が。プラスチックだったんですけども、なんかね、バージョンアップしたらこれローラーになったんですよね。
このローラーすごい使いやすいんで、最新の C1、めちゃめちゃおすすめでございます。そんな感じでぜひ覚えててください。シャブと、カイザーってことです。で、ここからちょっとずつまた別のメーカーを紹介させていただきたいんですけども、次 G7 というカポでございます。なんか面白い形ですよね。これどうやって装着するかというと、まずこのはめます。で、はめたらグッと握ります。ゲッと、これで装着完了。外すときはこのレバーを上に上げながら外すと、こんな感じで外れます。面白いもんで、これね、口を閉じるじゃないですか、閉じていくじゃないですか。で、閉じたら開かないんですよ、ここが。もう、硬くて。で、開きたい場合は、このレバーのところを上にこう、ぶってあげると開いてくれるっていう感じの、そんな感じの機構になっております。正直なところ、カポタストの機能性としては、シャブとかカイザーよりも、こっちの G7 の方が全然、上というか、完成度はめちゃめちゃ高いです。そのトルク、押さえる力の強さとかもね、適切な量に設定できるし、あと、脱着もすごい楽じゃないですか。これで装着して、これで外れるんですよ。で、ヘッドにつけていくこともできるし、こんな感じでカイザーのいいところ、そしてシャブの良いところを、いいとこ取りした、みたいなのがその G7 のカポでございます。で、デメリットはぶっちゃけ、高い。値段がちょっと高い。それがまあ一番のデメリットでございます。機能性としてはね、全然申し分ないんで、まあ使ってみてね、しっくりくる方は G7 のカポ、すごいハマってしまうみたいでございます。ちょっと僕はなんか見た目とかね、このなんか気持ち的な問題であんまり G7 使わないんだけれども、まあこんなのがあったりとかする感じです。けどカポの機能性としてはぶっちゃけこれが一番最強だと思います。こんな感じの G7。で、あとはあんまり買わないんだけど、ネジ式のやつ。例えば、これとか。これはダダリオで980円とかで安く売ってるやつなんですけども、当てて片方の手でネジで締め込むというタイプの、これも同じようにその力が全く必要ないんで、女性の方とか子供さんとかね、すごい簡単に使えるかと思います。けどデメリットとしてはシャブと一緒で脱着がちょっとめんどくさいということ。でも比較的安いモデルが多くて、軽いものも多かったりとかするんで、なんかこうお手軽に使いたい方とかはね、結構人気なのかななんていう感じがしますでございます。こんなネジ式のタイプもあります。これは全く同じですね。ネジ式のタイプ、ペロッとはめると装着完了。で、このネジをネック側から、こちら側か、その後ろ側から締めるものもあれば、表側から、こちら側からその締めるタイプのものもあるんですけども、まあぶっちゃけ機能性としてはそんなに変わらないかなという感じが、します。です。こんなのもあったり。これ確かなんかね、800円とか安物なんですけど、めちゃめちゃ安かったやつなんですけど。他にもこれとか。これは、ジムダンロップですね。ジムダンのカポ。まあカイザーとほぼ一緒で、握っていくと。で、こっちの場合は、その上にこの飛び出しがすごく少ないんで、このカイザーのこのね、飛び出してるこの見た目があんま好きじゃないよっていう方は、ジムダンを好む傾向があるようでございます。まあ前から見た時にね、だいぶ見え方が違うんで、どっちがいいとか悪いとかではなく、どっちが好きかっていう問題かと思います。こんなジムダンの挟み込むタイプのカポもあります。で、最後、ちょっとまた変わり種としてはこんなの。これもダンロップかな？ダンロップの。カポなんですが、当ててぐるっとベルトを回して、パチンとはめ込む、こんな感じのカポもあります。ちょっとチューニング怪しいですけども、これの最大の特徴というかメリットとしては軽い、すごく。なんで僕は筆箱とかね、カバンの中に1個カポをこれをね忍ばせておいて、出先でそのカポが必要になるときたまにあるんですけども、その時にこう重宝するような感じです。意外とこのシャブとかだとね、結構ずっしりと重いんで、僕、そのカバンとかめちゃめちゃ軽く持ちたいタイプだから、これはあんまり入れたくないんですよ、こういうの。なんでこういうね、めちゃめちゃ軽くてちっちゃいものをカバンの中にスッと入れておいて、まあ出先でいざという時に、お客様の中にカポタストを持ってらっしゃる方いらっしゃいませんか？はいって感じで、使う時に、重宝してる感じでございます。で、デメリットとしては、まあなんとなくわかると思うんですけども、ぶっちゃけ操作性というか、そのカポタストとの出来は全然良くないです。結構このベルトの調整もね、難しいし、意外とこうね、バーっとやってみると、締めすぎたとか緩めすぎたとかって結構そのちょうどいいところをね、模索するのは大変なんですよ。こんな感じになってしまいがち。なので、ぶっちゃけカポの機能性としてはすごく低いんだけれども、軽い、ちっちゃい。
ということで、携帯用として、僕は割り切って、使っているような感じでございます。あんまり皆さんの出番ないかもしれないけども、まあこんな感じでございます。他にもそのゴムカポとかもあったりとかしますし、あと本当は紹介したかったんだけども、ロールカポっていうのがあるんです。こう普通にカポをつけたら、後ろのこの支え手とかがグリグリ動くようになってて、親指でこの引っ張るとこのカポ自体がねぐるんってこの移動するやつがあるんですよ。そんなロールカポとかもあったりとかして、それも紹介したかったんですが、10個ぐらい買ったんだけど、なんかねみんなにこうねあげるあげるってあげまくってたらね、なくなっちゃったさっき探したらあれ1個もないと思って、ちょっとロールカポ高かったんですけども、まあそんなロールカポもあったりとかするような感じでございます。いかがだったでしょうか。とりあえずまあね、本当に最初も言った通り、まずはこのカイザーとシャブ、この2つのうちどっちか1個持っておけばまず間違いないです。で逆にそのカイザーとシャブ、今まで1回も使ったことがないよ、他のカポばっかだったよっていう方も、どっちかで1個使ってみると、いろいろと発見というか面白いかと思いますので、いろいろ試してみていただけたら幸いでございます。で他にもそのピッチの安定性とか、あと音質とかもあったりとかするんですけども、ぶっちゃけ僕はね、そのカポンの違いによるその音の違い、音質の違いに関してはね、かなり分かんないので、ちょっと今回のところはそこはあまり触れないでおきます。もしそのカポタストそれぞれにおけるその音の違いとか、そういったことも気にされてらっしゃって、いろいろこうね伝えたいことがあるというか、伝えられることがあるノウハウ経験蓄積がある方は、ぜひコメントの方にバーッと書いていただきますと幸いでございます。そんな感じでしょうか。で最後に一つちょっとおまけ、カポタストの付け方の話を最後に少しさせていただきましょう。初心者の方だと仮定して、カポタストはできるだけこのフレットの中の自分に近い側に寄せてあげましょう。3フレットだったらこれはねちょっと NG、 どっちかというともうちょっとこっち側、この辺フレットの真上はダメなんですけども、できるだけその際の方を挟んであげると綺麗な音が出ます。逆にこの遠い方になっちゃうと、ちょっとこのビビるというかビロビロみたいな、極端に言うとこういう感じになってしまうので、できるだけそのフレットに近い方、自分に近い方に当ててあげましょう。でこの下から出るタイプのやつ、まあ、カイザーとかそうなんですけども、下からこう出すぎていると結構ここに指がぶつかって邪魔だったりとかするので、邪魔だなと思ったならば、できるだけそのカポ上の方に持っていって、あんま出っ張らないようにしてあげると良いかなと思います。でこう斜めにしちゃう方もたまにいらっしゃるんだけども、斜めではなくちゃんとまっすぐにしてあげると良いかと思います。で正確に言うと、厳密に言うと、何カポであっても、カポタストしたら必ずチューニングをしましょう。例えばその5弦。今そのチューニングしますよね。で、カイザーみたいなこういうね、聴力が強いタイプは特にそうなんですけども、カポタスト2にすると、チューニング、ちょっと微妙にずれます。6弦もやってみましょうか。6弦。6弦、ドロップ D なんで D に設定します。でここからカポ3とかすると結構シャープしちゃってます。こんな感じでカポをした時点で結構ピッチが狂ってしまっているので、何カポであってもカポタストをしたら、どのカポであってもカポタストをしたら必ずチューニングをする、そこまでセットで覚えていただくと、良いかなという感じでございます。以上でございます。まあ、今回の動画ではいろんなカポを紹介させていただきましたけども、いかがでしょうか。もし気になることとか質問とかご感想とかありましたら、お気軽にコメントの方していただきましたら幸いでございます。多分心優しい誰かがペペッと答えてくれるのでババッと、質問を書いてみましょう。そんな感じで、カポタストの紹介でございます。カイザーとシャブ、カイザーとシャブ、まずこれを覚えていただければ幸いでございます。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。